その中一体何をやってるのかちょっと見ていきたいと思います。はい。で、文法どこまでいきました？これ大問題ですね。名詞って何、形容詞って何、副詞って何か分かんない。あれもう一個なんだっけ。あれちょっとおばさんそういうのなんですか。はい。がないで。はい。ハトちゃん、トゥートゥルトゥトゥが。すいません、ハトちゃんが。はい。今回ですね、はい、丸ゆりさんにおいでいただきました。ピチュ。こんにちは。丸ゆりです。いただきましたとか来ました。はい。そうです。すごいレトロなねところで、はい。すごいところなんですが、まあ勉強始まってどんな感じでやってるのかちょっと聞こうと思います。勉強配信ね。勉強配信もしてます。モデレーターも入れなきゃいけないしね。モデレーターって何ですか？コメントが荒れたやつとかをこう整理してくれる人。入れないと、勉強配信って勉強してる間自分見てないじゃないですか。見てないですね。そこで喧嘩が起こったりすることが非常に多いんですね。勉強ってなんかその平和になるためにするようなもんじゃないですか。すごい哲学的なこと言っただってそうなのにみんな喧嘩するのは何なんですかね。まあ優劣のつくものには必ず戦争が起こるんです。非常に揉めやすい。まあ今はるいちゃんのもともとの視聴者層がいいので、とっても優しい人たちなので、優しいですめっちゃ。なのであまり荒れずにできていますが、これから受験勉強一生懸命やっていくと、やればやるほど汚い視聴者がやってきますので新参者が新参者じゃないけど、はい、なのでちょっとモデレーターは言っといた方がいいですね。わかりました。その中で何をやってるのかちょっと見ていきたいと思います。はい。まず英語ですけど。ドーン。とこれですね。はい。まず英語ですけど、国語出てきた。あ、失礼しました。これですね。ああ、単番で覚える英単語1900。これどうでした？覚えられたんですか？まだ全部は覚えてないんですけど。中学？はい、中学レベル。でも、まあ簡単ですね。6割とかは分かると思います。はい、けど、熟語が本当に無理で、私。熟語がネックになってきてます。他は結構分かるんですけど。これがじゃあ超基礎、中学校レベル。はい。ですね。はい、じゃあこれはまあ難しすぎって判断されたってことですね。そうなんです。まあこれもレベルあって6まではやったんですけど、チェックつけて、でもほぼこっちチェックついてないのはやってないんじゃなくて分かんなかったんですよ。なるほど。こっちはでもこんな感じです。まあまあまあ分かると率で言えば。でもまず1冊完璧になんで、もうかぶってるのも多いと思います。あ、そうですね。前の方はなんで、まあとりあえず中学単語ですね。中学単語の方をしていくと。印はつけてますね。自信なさげななんかチェックマークがついてますが。で、文法どこまでいきました？これいやちょっとですよ。はい、いやちょっとですよ。ちょっとですよ。これはちょっと大問題ですね。お、大問題。今どんな問題？あ、今ここまでやったから不定詞まで。ああ、順動詞ってことですね。順動詞。その言い方がわかんないですね。順動詞。はい。これめっちゃむずいです。意味わかんなくて、この問題がハテナハテナついてるんですけど、これは先生に質問するやつ。で、この次の下線部と同じ用法の不定詞を含む文を下から選ぶ記号で答えなさいみたいな、この3つでそれぞれこの to の使い方、この to の使い方があって、それが一致するものを選べみたいな。もちろん分かってます。本業です。ガチ意味わかんないです。これどうしても無理です。これつまりその名詞的用法、形詞的用法、副詞的用法なんで、はい、それぞれが分かってないと意味わかんないですね。名詞って何、形容詞って何、副詞って何が分かんないです。それでも国語の話ですもんね。ちょっと国語とは違いますけど。あ、違うんだ。まあ日本語の名詞、形容詞、副詞とは働きが違うっていうか、まあ、語順が違うので、はい、それがもう本当に日本語と同じ語順でやってくれればもうちょっとできたと思うんですよ。We had no time to eat breakfast。 はい、何詞的用法ですか、この to eat は。これはでも一回訳せばいいと思うんですよ。私たちは朝食を食べる時間を持ってなかったから、はい、朝食を食べる時間がなかった。だから朝食を食べるためのだから。別にそこまで名詞なんで？ちょっと待って待って。日本語でじゃあ考えた時にためのって言ったら後ろ何が続きますか？ための何かだから名詞か。名詞が後ろに続きますね。はい。名詞にかかるやつは副詞。もうちょっとさ、3択しかないんだから、2回間違えたらもう自動的に答え決まる。形容詞ですか？形容詞しかない。あ、これ形容詞なんだ。だって食べるってどういう、だって美しいとかじゃないですか、形容詞って。日本語のそれで考えてもダメなんですよ。じゃあ形容詞の役割って何ですか？形容詞の役割はだからその名詞を説明。そうです。それが分かればいいんです。だから後ろにさっき日本語で考えた場合に後ろに名詞が続くって言いましたね。なんとかの名詞、なんとかな名詞。はい、ブレイクファーストを食べるだから、食べるが形容詞になる。違います。そういう風に考えちゃダメです。難しい。これが塊に見えてないとダメです。これは朝食を食べるための時間っていう時間を説明してますね。はい、はい、タイムは何日ですか？タイムは、名詞。はい、名詞を就職するのは何日ですか？就職するのは形容詞。またふって言ってるね。だから形容詞的用法ってなるんです。名詞を就職する。そうだからこれだ、朝食を食べるための時間ですね。ほら時間を説明してますね。なんでこれ逆にするんですか？日本語と英語は逆なんですよ。本当にわからない。しかもこれは連帯形っていうんですけど、はい、連帯形はでもなんとなくっていう風になります。はい、したらその形を探してください。したら I have nothing to do this afternoon。 ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あ、でもそっか、このやり方でやればわかった、はい、いいだ、いが正解です。 I have nothing to do this afternoon ですね。ナッシングを説明してるからめちゃくちゃ簡単じゃないですか。これするためのものがない。なるほど。え、めっちゃ簡単。もしかしてめっちゃ簡単です。2番は分かったんですよ。これはメアリー、窓を閉めるために立ち上がった。はい、だから下がミスター・ブラウンは日本の文化を学ぶために日本に来た、はい、ためにって訳せたから。何指摘用法ですか？福祉。そうですね。たまに、うん、そうです。目的。中学校レベルでは目的しか出てこないから。目的。はい、と高校になったらもっと難しくなります。ですね。不安がすぎるな。前の名詞を就職っていうのがこの形容詞的用法なわけです。はい。でもだって to close って前にそもそも名詞がいないです。本当だ。だから就職すられていないし、うもおかしいわけで、日本文化を勉強する日本とかって意味わかんないんで。本当だ。前の名詞就職してないってわかれば。全然難しくないんです。なるほど。はい、じゃあ残った。I needed to ask Tom some questions。わかりますか？私はトムサムクエスチョンズだからトムにいっぱい質問する必要があった。いっぱいじゃないですかね。サムだから。いくつかか。はい、いくつか質問する必要があった。はい。need to do ですね。で何指摘用法ですか？副詞と形容詞終わったから。そうなんですけど。あれもう一個なんだっけ？あれちょっと待ってください。いやいや戻らなくても焦るでしょ。ちょっと待って。あ、副詞。違う、副詞がもう今やった。あれあれ、あ、名詞か。はい、名詞だ、名詞だ。はい、名詞的用法です。to ask Tom some questions が名詞です。はい、名詞ですけど、名詞の役割がありますね。これは一体何の役割をしてるでしょう？名詞には3つの役割があります。3つ？はい。名詞は、これになる、これになる、これになるっていうのがありますね。え、名詞は、はい。それは to なんとかっていう話以外でも。以外、関係ないです。名詞の役割は3つですね。1個教えてください。あ、主語。はい。そういうことか、主語。はい。え、目的語？はい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 。そしてなんだ？主語、目的語、はい、就職語？就職語は名詞が基本はなれないですね。例外があるのは知ってますよ私。はい。例があるんだ。服。服じゃねえ。保護。はい、そうです。久しぶりに聞いた。この3つがある。これちなみにはいどれになってますか今回。I needed to ask Tom some questions って。これってもしかして名詞的用法の中で。はい、どれですかちなみに。これは高校レベルだったら。知ってないといけない。中学まで裏技でいけちゃう。裏技で？裏技でいけちゃう。もうこうだからこうっつってすぐに出せちゃうんです。目的語？そうですそうです。正解です。こっちが One of my aunt's hobbies is to make dolls って書いてるんだけど。おばの中の一人。一人。おばの中の一人ってなんかすごい日本語。の趣味がメイクドールだから人形を作ること。はい。これはどの役割だかわかりますか？目的語。目的語？じゃないんですね。違います。主語じゃないですね。どう考えても。保護。保護です。違いは一体何っていうことですね。作ること何なの？あ、ワンが指すの分かったね。これ。おばちゃん。おばちゃんじゃないんですこれだから。おばちゃんの一人じゃないですこれ。これホビーのうちの一個です。おばさんの趣味のうちの一個です。おばさん。そうなんですか？はい。ハビーズです。ここまで。おばさんの趣味のうちの一個です。はい。数いるおばさんの中の一人か。じゃないです。それでやってたらわかんないです。One of my aunt's hobbies is to make。そうだからこのワンはホビーです。趣味の中の一つって意味なんだ。キャー。まあこれ主語があって、B 動詞っていうのがあって、趣味が作ることですね人形を。うん、イコールになる場合を保護って言います。おばさんの趣味。そう。趣味イコール道路を作ることですね。ということです。そういう時に保護と言います。はい。ここイコールになってるよって基本を教えてますからね。いろんな例外を引っ張ってこないでください。今中学生に教えてると思ってください。例語。例外？例外とかいうのが出てきちゃうともうちょっとお手上げです。まだ全然例外は知らなくていいです。もう基礎で、ここはイコール関係に成り立つ場合が保護ってことは、つまり目的語の場合は裏を返せばいいだけです。イコールにならない。そうならないです。私とトムに質問することっていうのはイコールですか？私イコールトムに質問するですか？いや違います。ありえないですね。だからイコールじゃない。そういう場合は目的語っていう名前がつきます。あ、でも質問するのは私ですよね。はい。でも質問することですか？あ、違います違います違います。そういうことか、はい、なるほど。そういうふうに、まあ、両方と名詞的用法なんですけど、だからこれ実は細かく分けられるっていう。やめてくれよそんな。だからこれを同じ用法ではあるけど、はい、もっと細かく見ると違う。そうそうそう、そういうのを理解していかなきゃいけない。だからまだ中学校のとりあえず基礎をやっております。はい、はい指導報告書は僕見てるんで、はい、普段の勉強時間が少ない。ああ、2、3時間。そうそう、楽しんでるっつってる割に少なって思って。2、3時間じゃダメですよね。絶対ダメです。小倉優子さんより少ないです。小倉優子さんは4時間はやるっつって、だって子供の世話してて4時間はやってるって書いてありましたよ。やだ。ダメじゃん私。もっと頑張ります。いやいやいや、ちょっと4倍ぐらいにしてもらわないとっていうことで。16時間。違う、なんで小倉優子さんの。あ、びっくりした。西が8時間。そうですね。うん。そこは3にしなかったの。3を4倍にしなかった。まあ、そうです。8時間は取れるようにちょっと、ね、はい、やっぱ10時間は欲しいんで本当は。絶対そうですよね。だって絶対そうなんですよね。おかしいですもんね。こんなだっていやおかしいですよ。私が勉強楽しいって言ってたのに2、3時間かいって楽しいんですけど、楽しいのに2、3時間かいって。何してんすかそれ以外。やっぱ編集したり、はい、ライブ行ったり。ちょっと待って、それね、ライブお笑いのライブ見に行ってるってことですよ。自分が出てる方。ああ、自分。びっくりしたびっくりした。びっくりした。多分多くの人でもコンサート思い浮かべてる。あ、違います。ライブ。コンサート行ってんのかよみたいなことだと思いますけど。違います。ライブ出たり。あと最近ちょっと大型の撮影のなんかがあって、3日間も本当ずっと外にいてみたいなこともあったから全くできなかったですね、その時は。言い訳ですね、それは絶対に。ちゃんと楽屋でもやってください。はい。勉強。ムシ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 。ムシムシ。おかんおかしい。ムシムシあります。はい、ということで次はちょっともうちょっと英語について詳しく聞きます。はい。また頑張って応援してください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキバチン。